3月13日サンドイッチの日やって、でもあのサンドイッチを作ったサンドイッチ伯爵かなんかは誕生日が11月3日で、その日もサンドイッチの日やねんって。そっちの方がサンドイッチの日なのかな。3と1と3で3で1挟んでるからサンドイッチやって。この歌何回か歌ったけども、これ歌わなしゃあないやん。例えば晴れた空の日に二人であの川でピクニックに行こうよ。とびきり冷えしてダイエットコークと君のお手作りのサンドイッチを食べたい。毎日毎日忙しいが口癖になって、暇な時にはなんだか不安になってくるよ。夜と僕からの君へのラブコール、今度いつ会えるの、そればかり尋ねてくる君、恋人としていたいなんだろう。君がつぶやく、それだけじゃないはずさ。電話できなくても会えなくても僕たちだけにできることあるさ。例えば電話だけで二人で考えよう。次の日曜日晴れた空の日のことを、電話を向こうで笑うよ。僕は君のための愛の歌でも歌おう。毎日毎日なんだかぐずついた天気で、電話の会話も締めりがちになる二人、楽しみにしてた次の休み二人のドライブを、天気予報は雨の確率が 100%、 恋人同士が天気予報くらいに負けてちゃいけないよね。晴れてなくても大粒の雨も二人の笑顔よ。二人でいれば二人の中は晴れた空が広がるはずさ。例えば晴れた空の日に二人であの川でピクニックに行こうよ。とびきり冷えしてダイエットコークと君の空の日に二人であの川でピクニックに行こうよ。とびきり冷えしてダイエットコークと君の手作りのサンドイッチを。Thank you.